こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、栃木県那須町の遺体遺棄事件の、最新版現場リポートをお話したいと思います。この事件は何度かも紹介しているんですけど、一応今回が最後にしたいなというふうに思ってます。事件の概要としては、4月16日に栃木県の那須町で、東京の上野の方で飲食店を経営していた宝島さんというご夫妻が遺体に火をつけられた状態で発見された。で、その翌日の17日には平山良健容疑者というのが、自分から警察に出頭してきた。で、さらには4月の29日、昨日の段階では平山容疑者に対していろいろ指示を与えていたと言われる佐々木光容疑者、これが28歳かな、が警察に沖縄で逮捕されたっていうことですね。で、宝島ご夫妻は東京上野の方で飲食店を14店舗経営していて、近隣の他のお店とトラブルを抱えていた。で、事件の前日4月15日の夜にですね、東京の東品川の方で新しくお店を出す物件を見ていて、そっからちょうど日付が4月15日から16日に切り替わるぐらいのタイミングで、品川区にあるどこかの豪邸の空き家に連れ込まれて、そこで殺害されたんじゃないかというふうに言われています。で、その遺体が栃木県の那須町の方に車でブーンと運ばれた。で、警察に出頭してきた平山良健25歳は、自分の車を2人の知り合いに貸した。で、これを指示してたのが佐々木光で、佐々木光はさらに平山にですね、ガソリンを入れる携行缶、ガソリンのタンクみたいなのを買っとけ、粘着テープを買っとけ、結束バンドを買っとけ、着火剤買っとけみたいなことを命令してます。で、平山はそれを事件の数日前に買ってます。で、それを自分の車に入れて、で、事件のあった日の夜に、あれどこやったかな、ファミリーマート品川平塚店だったかな、そこで知り合いの2人の男に、車ごとですね、そのガソリンを入れたガソリンタンクとか着火剤とか結束バンドとか粘着テープとかを、車ごと渡してる。で、この車はブーンと、豪邸に行った。で、宝島ご夫妻も豪邸に行った。で、ここで殺害行為みたいなのがあったんじゃないかというふうに言われているということですね。で、今回お話しするのは、ここまでの情報とですね、で、さらに事件現場を見てきた、その現場リポートです。報道で言うとですね、注目点はこの佐々木光容疑者が4月29日に沖縄の那覇空港で逮捕された。で、ここから国内の他のところに飛行機で飛んでいこうとしたところを、警察の十何人かの集団に止められてですね、ちょっと待って佐々木君やんねって言われて、で、佐々木容疑者は、何やびっくりしたって言って逮捕されたそうです。で、この後警察にいろいろ取り調べをされてですね、これが名古屋の方のテレビ局が報道してるんですが、自分は指示役だったけど自分に対する指示役もいたというようなことを言ってます。なんじゃこりゃと、逮捕しても逮捕してもその先が見えへん、もうすごいなと思うんですが、これが闇バイトとかですね、特流と言われる、最近の犯罪の流行りなんですかね。それぞれヤクザみたいに密なつながりがなくてですね、ちょっとした知り合いに、こういう
犯罪を依頼したりとか、 SNS でこう知り合った人と一緒に犯罪をするとか、まあそういう形なんかなというふうにちょっと思ったりしました。ではまあ今回現場をいろいろ見てきたので、まあ、それをちょっと時系列に沿ってお話していきますね。まあ、時系列っていうのは事件が起こった時系列に沿ってです。まず宝島ご夫妻、今回の被害者の人たちがお店をやってた東京の上野御徒町あたりのお話です。まあ、僕このあたり結構東京あんまり行かないんですけど、行ったらできるだけ行くようにしてるんですね。まあ、お気に入りのエリアという感じなんです。で、まあ、なんでかっていうと安い居酒屋があるからなんですね。だいたい仕事で行っても終わったら上野の方によく行ったりとかしてます。で、まあ、この辺はアメ横と言われてて、まあ、ごめんなさいね、僕は関西人がですねアメ横の説明するなんて、東京関東の方からしたらもうそう知っとるわと思ってらっしゃると思うんですが、今回ちょっと調べてへえと思ったんでちょっと聞いてください。僕はアメリカ横丁でアメ横やと思ってたんですが、実はその前はアメ屋横丁だったそうなんですね。アメちゃんのアメです。口の中入れてあんまいわっていうアメちゃんですね。で、なんでアメ屋横丁っていうか言うと、1945年第二次世界大戦が終わったらこの上野のあたりも焼け野原で、このあたり闇市ができるんですね。で、東京の人とか東京近郊の人とかで、上野はですね東北からの玄関口というふうに言われてるんで、東北地方の人がですね物を買いに、もしくは自分たちの畑で作った物を売りに東京にやってきまして、この闇市で物を売っていました。で、この闇市で販売されていたものは一番よく売れたのが実は飴やったそうなんですね。当時戦後間もない頃で食糧難、特に甘いものが砂糖が不足していた。これは GHQ なんかがですね統制をかけてですね、もう人気なんですぐ売れちゃうんであんまり売らないようにしていた。でもやっぱみんな甘いもの食べたいんでですね、この闇市ではさつまいもから作られた飴ちゃんなんかが飛ぶように売れた。で、東北の人は自分の畑で作ったものとかを東京に持ってきて販売する。で、売れたそのお金で飴ちゃんを買ってそれを東北に持って帰る。持って帰ったら2倍3倍の値段で売れるんで、またそこで品物仕入れてみたいな、そんなことをしてたんですね。なので飴屋横丁と言われていた。これが1950年ですね。朝鮮半島で朝鮮戦争なんかが始まるとですね、アメリカ軍の兵隊さんがこの上野の方にたくさんやってくるようになった。朝鮮半島で戦争をするためにアメリカ軍の人たちが日本にやってきてですね、でそこからそこで一休みして朝鮮半島に行ってたんですね。で、アメリカ軍の人たちはアメリカ軍軍隊からさまざまな支給品をもらいます。それがタバコだったりチョコレートだったり、あとはジッポーライターとかサングラスとか、もちろん、軍服なんかももらうわけなんですが、軍人さんなんて大体お金がない人がなるのがやっぱ多いので、そういう人たちはお金に変えたい、なので俺タバコ吸わんからこのライター売ろうとか、サングラスはもういらんからこれ売るみたいなんで、アメリカ軍の支給品がたくさんこの上野で売られた。もともとアメ屋横丁と言われてたのが、その頃にはアメリカ横丁に言われるようになったと、いうことだそうです。これが僕の今回ネットで勉強したことです。すいません、知っとるわと多分思ってはると思うんですが、そんなアメ横今はどうなってるかというと、今でもね、怪しげなものを売るお店もいっぱいあります。で、とにかく飲食店がいっぱいありますよね。僕が大好きなのはもつ焼きの大統領と立ち飲みの滝岡だったかな。もつ焼きです。豚のもつが串に刺されてそれを焼いてくれて出してくれる。めっちゃ安いですよね。二串で100何ぼとか、
確かそんな値段やったと思うんで、食べて飲んでもですね3000円いくかなぐらいです。結構もうベロベロ酔っても、でそのベロベロな状態で次は立ち飲みに行くんですが、まあそこもすごい安いですよね。まあもう5000円も飲んだらもう翌日は二日酔いで苦しむぐらいの、そんなお店がいくつかあるので僕は好きでよく行ってたんですが、まあそれ以外にもたくさんお店があって、たくさんの観光客がここに来ます。で僕みたいなですねケチンボーなおじさんは大統領とかその立ち飲み屋さんとかを選ぶんですが、まあ多分家族で来てたりとかですね外国から来てたらとにかくすぐに入れて東京上野っぽいものがなんか食べれたらいいよねと思いますよね。宝島ご夫妻がやってた店はそんな店です。立ち飲み店もあったし居酒屋もあったしもつ焼きのお店もあったし焼肉もあったしもんじゃもあったしイタリアンもありました。14店舗経営してます。一言で言うとまあまあ普通の店って感じです。まあ値段も味も普通です。まあでも上野御徒町界隈が東京の他のエリアと比べるとちょっと手頃な値段なんで、まあそう考えると安い店にはなると思います。で上野の方というよりも上野からまあ南にこのアメ横を下っていってですね御徒町の近くに宝島ロードと言われる宝島さんのお店が14店舗ぐっと集まっているところがありました。その中の一軒行ってみました。居酒屋です。テーブルがですねそうだな、まあ、50人も入れへんかな、30人ぐらいは入るかなっていうのはお店でした。店員さんは5、6人、ほとんど中国の方やと思います。で特徴的なのがこの辺はですねとにかく客引きをやっている。人通りもたくさんいるんですけど客引きの人もたくさんいる。今やったらドリンク安いですよとか今やったら入れますよみたいな声をたくさんかけられます。なのでまあそのいろんなお店が客引きをするもんでここでたくさんのトラブルが起こったというようなことは言われています。事件の5日前の10日にも宝島ご夫妻は近くのお店とですね客引きでトラブルがあってですね警察が出動しています。奥さんの幸子さんが相手にカメラをぐっとなんかこう向けてるちょっと怖い顔の写真とかテレビとかで見てませんか。あれがあの事件の5日前4月10日に起こったまあ出来事なんですよね。で困難で結構たくさんのですねトラブルを抱えていた宝島ご夫妻は、まあ、とあるお店とはですね4件の裁判を現在もまあ続いているみたいな、そんなトラブルも抱えていました。ただそのお店の人はですねマスコミのインタビューに、もううちは上野から出て行ったから、まあ、裁判はまだ続いてるけどもう俺が殺すわけないやんっていうようなことも言ってます。でそんな上野界隈で事件が起きた4月15日の夜の9時15分ぐらいまで、まあ、防犯カメラの映像なんかで宝島さんは映っています。で9時半に宝島ご夫妻は知り合いが運転するワンボックスカーに乗ってブーンと南の方に下って東品川の方に来てます。関東の皆さんはよう知ってるんですかね、天王洲アイルというこの湾岸のショッピングエリアみたいなあるんですが、まあ、この辺りに来てたそうです。天王洲アイルのもう由来はもういいですか。もう言いますね、僕ちょっと調べたんでね、今回も僕言わせてもらいます。早う事件の話イベやと思ってると思いますが、すいません、ちょっとここでお時間をいただいて天王洲アイルの地名の由来について少しお話しさせていただきます。五頭天王って知ってます？牛の頭の天王って書いて五頭天王って言うんですけど、牛頭天王って書くんですね。まあ、天王って言ってもあの天に王様の王なんで天皇陛下の天皇とは違うんですが、頭にですね牛の頭がくっついた神様が五頭天王なんですね。この神様がまあその由来した名前がまあ天王図という名前らしくって、まあ、実はあの
京都の山崎、大山崎かな、あのサントリーの本社があるあたりですね。このあたりに天王山というのがありますよね。あの秀吉が明智光秀を打ち破った天王山の戦い、まあよくこの勝負が天王山となるでしょうとか、まあよう言うやつですね。あの天王山の天皇も五頭天皇から来てます。まあ、他にもなんか天皇公園とかですね、そんなんがまあ東京の方にあったりするんですが、このあたりも五頭天皇の由来なんですね。まあ、もともとそのインドにですね、祇園精舎という場所があって、あの仏教の階層お釈迦様がですね、あの祇園精舎で普及してた時に、その時にまあ知り合った祇園精舎のまあ守り神みたいな風に言われているのがこの五頭天皇ですね。でそこからまあお釈迦さんに使えるようになったっていう風に言われているんですが、まあ、この人実はですね、まあ、祇園精舎という風に言われているんで、その祇園祭りなんか結構あと京都の方では有名な祭りで、福島県とかにも祇園祭りってあるんですかね、あの九州の方にもあるのかな。この祇園祭りはずっとこの五頭天皇をお祭りする祭りやったんですね。なんであの実は京都の八坂神社も、まあ、今では須佐之男命とかをお祭りしてるんですが、まあ、昔は五頭天皇をお祭りしたというふうに言われています。で、まあ、それがですね、まあ、明治になってですね、まあ、この仏教と神話がですねくっついてたのをあのちゃんと分離しましょうと、あの神話の方を大事にしましょうっていうので、まあ、五頭天皇を祀っていた、まあ、いろんな神社とかはですね全部このスサノオノミコトをお祭りしましょうみたいなのにこうカクッと切り替わるんですよね。なので、まあ、五頭天皇は最近ちょっとよく見ないんですが、その五頭天皇はまあこうちょっと消えかけた神様とか仏様みたいな風に言われてるんですが、その名残としてこの天皇という地名が残っています。でこの天皇という地名を持っているのが、まあ、東京ではこの天王洲アイルということなんですね。これはいらんかったな、うん、ちょっとすいません、なんかあの、はい、これはもう切った方がよかったな、はい、すいません、なんですけど、まあ、天王洲アイルなんですね。結構こう運河がいっぱい流れてて、でそれがすごいライトアップされてて、でなんかこうおしゃれな東京湾岸ミッドナイト、古いですね、まあ、なんかそんな空気感です。宝島さんはねこの天王洲アイルのなんか店舗を見た後ですね、そこでタバコを吸ってたんですね。まあその天王洲アイルからちょっと離れたところでタバコを吸ってたんですが、その写真がテレビとかネットで上がってますが、なんかライトアップされてすごい綺麗な場所なんです。ここも見に行ったんですが、なんかおしゃれなエリアだなという。でここで、まあ、夜の11時ぐらいまで、まあ、こう物件を見たりとかそんなことをされてたそうです。でそっからですねこの宝島ご夫妻は品川区のどこかの高級住宅街の空き家に行ったと、まあ、いうふうに言われています。でちょうどこの天王洲アイル近辺で宝島夫妻がですね、まあ、夜の10時ぐらいからですね、まあ、11時半ぐらいまでですね、物件をいろいろ見てた時に、そのすぐ近く車で10分ぐらいのファミリーマート品川平塚店というところでは、実はその後警察に出頭してきた、平山良健容疑者が自分の車を知り合いの2人の男に渡して、さらに佐々木容疑者から指示された品川区にあるどっかの高級住宅街の豪邸に行ってくれという、そういう指示をしたというふうに言われています。このファミマも行ってきたんですが、ほんまに天王洲アイルから、うん、車で10分とかぐらいの距離でした。でそっからですねちょうど日付が4月15日から16日に変わるぐらいの、まあ、0時あたりに品川区のどっかの豪邸に平山容疑者の知り合いの2人の男、粘着テープとか結束バンドとかガソリンとかも乗せた車に乗ったこの2人の男と宝島ご夫妻が
合流して、ここでおそらく暴行を受けて殺害されたというふうに見られています。でこの豪邸がですね、本当にどこかわからんかったんですよね。僕はもうかなり探したんですけど、もう熱中症で倒れるかっていうぐらい探しました。ドコモのシェアサイクルに乗ってですね、この品川区のですね、実は5つぐらい高級住宅街が品川区にはあってですね、それが城南五山と書いてですね、池田山とか島津山とかですね、御殿山とかですね、なんかいくつかあるんですけど、そこあたりをもうぐる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 回ったんですが、もう出てくるのはもう汗だけで、まあちょっと人に聞いてみたりするんですけど、もうさすがにもうね、こんな怪しいおっさんがなんか最近この辺りで事件があって警察が来てたというつだったら、あ、ちょっと知りませんって言われちゃいますよね。もう仕方がない、だからまああんまり迷惑かけてもあかんから、ちょっともう5人ぐらい断られた時点でもう聞かんようになりましたけど、まあ結果見つけられませんでした。テレビなんかではですね、モザイクがかけられて地上3階建て地下1階まであってですね、1階の駐車場には車3台ぐらい止めれるような大きなお家、モザイクかかってるんですが、なんとなく色味とかを目に焼き付けてですね、でその目に焼き付けた状態でシェアサイクルでうろうろしてるんですよね。だからもう目つきももうやばい状態になってるんですよね。さぞかしなんか不審者で申し訳なかったと思うんですが、まあこんがり焼けただけという感じでしたね。見つけることはできませんでした。まあただ都会にむちゃくちゃ金持ちの家あるやんっていうのは分かりましたね。もう一軒がだいたい2億3億当たり前みたいな、なんかちょっとしたマンションの 3LDK の、とこでも、中古でも1億5000万とか、誰が住んでんねんこんな業さんと思ったんですが、まあ、近々多分この場所も特定されていくと思うんですが、すいません、僕は見つけることができませんでした。でここでまあ何らかの暴行を受けてですね、頭にこうビニール袋をかぶせられて粘着テープをぐるぐる巻きにされた状態で、まあ、さらに奥様の方はまあ頭を強く殴られたような状態で亡くなったというようなことが警察の検視で分かっているんですが、まあ、その状態で平山容疑者の黒いプリウスに乗せられて、ブーンと栃木県那須町まで運ばれました。でここでまあ分かっているのが、まあ、一個これが今後のポイントになってくるかなと思うんですが、おそらく深夜0時から1時までの間に豪邸で殺害をされた。で車で遺体は栃木県の那須町の方に運ばれた。でここで、栃木県の那須町の防犯カメラに午前4時ぐらいに車が映ってるんですね。で遺体に火がつけられた状態で発見されたのは、第一発見者が目撃したのは6時ぐらいなんです。で一方で東京の方ではどういうことが起こったかというと、夜のですね1時半ぐらいからですね、平山容疑者は品川区の飲食店で、一人で待ってたんですね。でそこから、1時間半ぐらい経ってですね、佐々木容疑者が合流しました。あ、すいません、午前2時から1時間半この居酒屋で人を待っていた、そこにやってきたのが佐々木容疑者なんです。だから佐々木容疑者で2人は合流してから5分後にはもう店を後にしてるんですね。つまり何が言いたいかというと、佐々木容疑者のアリバイはがあるのはですね、午前3時半なんです。これは何が言いたいかというと、佐々木容疑者はもしかしたら殺害現場となった品川区の豪邸に行ってんじゃないのということですね。これはまあ今後、いろいろ分かってくると思います。だからまあ実行犯の可能性ももしかしたらあんのかなということですね。はい。で最後は栃木県の現場のお話です。実は YouTube の方にはですね、まあ、今回その映像付きでちょっとその現場の雰囲気をリポートしたものをもうすでにアップしてます。なのでその雰囲気が見たいという方はぜひサムイボラジオの YouTube の方をご覧いただければと思います。
一言で言うとですね、遠かったですね。東京の江東区の方からレンタカー借りてですね、ホンダの N ボックスを借りて、1日3000円ぐらい、東京のレンタカーは安いですね。はい、でそれに乗ってブーンとですね、東北道ですかね、高速道路乗って、栃木県那須町まで行きました。まあ、ゴールデンウィークの初日っていうのであって結構混んでましてですね、時間だいぶかかって4時間ぐらいかかったんですが、那須インターで降りてさらに下道を 2,30 分ブーンと行きます。まあ、この埼玉とか栃木のあたりって結構平野が多いですよね。なんか関西の方の田舎って山ばっかりなんで、関東の方の埼玉とか栃木って結構見渡す限り田んぼとか畑が広がってて、ちょっとなんか北海道に似た景色だなというふうに思ったりしました。まあ、北海道はただただ草原かな。まあでもなんかこう平野がある田舎ってなんか素敵だなっていうのを思いました。で栃木の那須インターを降りたらですね、森がとか林がやっぱ増えてくるので、片側一車線の道路、まあ両脇には木がこう生い茂っているみたいなところを、まあブーンと車で走っていくわけです。で途中に伊予野という集落があります。これはまあスーパーとかですね、何だったらコンビニとかもあったかなっていうぐらい、まあそこそこ人が住んでる集落があって、そこからさらに10分ぐらい行くと遺体の発見現場があります。この辺りはもう片側一車線というか、もう車は1台しか通られへんような道です。で車の道路のですね、右側には細い川、小川が流れてて、でまあだんだんこう家とかもなくなってきてですね、だんだんもう田んぼとか畑もなくなってくるんです。でちょうど一旦が4月の27とかなんで、田植えやってたりとかですね、林業の業者さんがですね木を切ってたりでですね、そんな人が作業してる姿もいっぱい見かけました。なんか山菜採りをしてるおばあさんとかもいらっしゃいました。でそんなをこう、見ながらですね、細い道路を車でブーンと行くと、道路の右手に砂防ダムがあってですね、砂防ダムって小川に砂が溜まっちゃうと川が増水した時に川が氾濫するので、砂が溜まりにくいように所々にダムを作るんですね。それが砂防ダムなんですけど、まあ、この砂防ダムがあるあたりに遺体が遺棄された現場がありました。道路から見るとほんの数メートルしか離れてないんです。まあ、道路からほんちょっと見下ろしたらもう遺体が目視できるぐらいの距離です。であたりにはまあ遺体とかはもう全部片付けられてますので、黒いすすみたいなのが残っていました。ガソリンかけて火をつけられてたんで、で花がいくつか手向けられていて、さらに白い泡状のものが残ったりしてました。もしかしたら消火器の跡かなとかちょっと思ったんですが、感想はですね、隠す気がないなぁと、どういうつもりなんやということですね。ほんまにこう隠そうと思ったら、まあもっといい場所といったらあれですけど、もっと発見されにくい場所もあるし、同じ場所でももうちょっと頑張ったらもっと発見されにくいとこまで運べるのにっていうことを感じました。しかも2人で運んでると見られてるんですよね。まあ、まだはっきりしてないんですけど、もし2人で運んでるとしたらですね、まあもう少し奥まったとこまで持っていけたんじゃないのっていうようなこともちょっと思いました。さらに火をつけてますので、まあ、全部燃えると思ったんかな。うん、そこはちょっと正直わからないですね。そんなとこですかね。あとまあちょっとこの事件に関してはまあここまでの話なんですが、やっぱり一番注目しているのはですね、まあその
4月29日に沖縄で逮捕された平山容疑者の指示役とみられる佐々木容疑者が警察の取り調べにさらに指示役がいるって言ってたのが1点で、もう1個はですね、やっぱこう宝島ご夫妻がなぜ豪邸に行ったのかっていうことですよね。これを手引きしたのは誰っていうことがすごく注目ですよね。どっかで拉致されてもう強引に連れてこられた、これだったらなんかこうちょっと理解できるんですけど、もしですね、なんかこう不動産業者の人とかそのお知り合いの人になんかこうなんだろう、売られてしまったのか、このあたりが今後分かってくるのかなというふうには思います。で、おそらくこの事件はまあ、かなり解明が進みやすい事件じゃないかなと思っています。まあ、もう平山容疑者も逮捕されてますし、その後佐々木容疑者も逮捕されてますんで、まあ、ここからだんだんこう逮捕者が増えてくるんじゃないかなと思います。で、さらに警察はですね、佐々木容疑者をもう14人体制で那覇空港で逮捕したというふうには言われてるんで、まあ他の容疑者に関してもかなり当たりをつけてるんだろうなというふうには思うので、まあどんどん逮捕者が増えて、まあそこから取り調べでどんどん真実が分かってくるんじゃないかなというようなことは思いました。はい、そんなところでございます。今日はですね、栃木県那須町の遺体事件のまあ現場リポートのお話をさせていただきました。ありがとうございました。